やっほー、あわです。オープニング撮ってなかったから今撮ってるんだけど今回の動画は去年の帰国ブログから引き続き出国ブログとなっております。日本からカナダに帰るということで、まあ、そんなにね面白いことなかったんだけど、ほぼ寝てたんだけど、まあニラちゃんと飛行機が一緒だったので、その日の旅の様子をお届けしたいと思います。てなわけで短いけどサクッと見てね。バイバイ。というわけでまた安定のバスの車内から始まる旅です。いつも通り京急バスで羽田空港に向かいたいと思います。なんか成田行きがさ、いつも成田エクスプレスなんだけど、バスだとやっぱ楽だね。実感する、すごい楽。ずっと乗ってたらさ、ターミナルの真ん前まで連れてきてくれるんだよ。焼いてもらったさつまいもをおやつに持ってきました。最後の日本食書き込みタイムで、もうなんかね、この前日からひたすら日本のお菓子とかコンビニにある蜜芋とかそういうのばっかり食べててでも本当にさつまいもは日本が超美味しい。というわけで羽田空港に着きました。なんか食べる？いや、何あるか見ようぜ。めっちゃうまそう。ツヤツヤしてるね。最後の生卵、あっちはちょっと事故ってる。生卵大丈夫？諦めた。いただきます。ね、この羽田の展望台さ、ちゃんと来たの初めてなんだけど、すごいね。めっちゃ景色良くていっぱい人いて、なんか羽田空港にさ遊びに来るためだけに来るみたいな人いるじゃん。それをやる理由が分かったわ。なんかちゃんと飛行機乗らなくても羽田空港に来るだけで割と楽しい、本当に。ちょっと言いたいことがあって、あのカナダとか、まあ、そんなあの英語圏以外あんま行ったことないんだけど、カナダとかアメリカの手荷物審査ってめっちゃ怖い、怖いっていうかアグレッシブなのね。なんか怒ってんのみたいな、すんごいね、早くして早くして、これどうした、うわーみたいな感じでめっちゃストレスたまるんだけど、日本の手荷物審査めちゃくちゃ丁寧で優しくて、しかもパソコンも何も出さなくてよくて最高だった。もうめっちゃ良かった、マジでストレスフリーって感じで最高。本当になんでこういう違いができるんだろうって思うんだけど海外でもそれぐらいなんか優しくやってくれたらいいのになと思うんだよね。だってね、みんなピリピリしてるのも嫌じゃん。まあとりあえず日本の入国審査、手荷物審査は最高です。あざす。てなわけであっという間に登場です。今回はあの多分ほぼね半分以上寝てたんだ、珍しく。飛行機あんま寝ないんだけど。で、機内食はいつもと同じです。まるっきり同じでした。だからあんまり面白みはないんだけど、ご飯食べて寝て起きてご飯食べたらいつの間にかカナダに着きましたよ。飛行機の席はニラちゃんと離れてたんだけど、空港でまた合流して一緒に車乗って帰ってます。てなわけであっさり終わっちゃったけど、今回も
動画見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。また来週も見てね。